こないだ私インスタのストーリーにジェラート食べた写真載せたんですよ。ジェラートだけ撮ったんですけど、スプーン2本刺さってて、めちゃめちゃ匂わせみたいな感じになっちゃって全然気がついてなくて、だいぶ日が経った後にみんなからのメッセージ見て、なんかスプーン2本みたいな、誰なんだろうみたいな、すごいメッセージいっぱい来てて、うわーやっちゃったと思ったんですけど面白すぎて、もうパパ以外ないんですよ恥ずかしい、これ父ですって定点するの一番恥ずかしい辛い、そんなだったら載せなきゃよかったのにね。まあみんなね、うすうすね、よく知ってくださってる方、気がついてた方もいらっしゃると思うんですけどね、まあ、シンプルに父でした、すいません。まああれ傷がついた時面白くて面白くてたまらなかったです